問題。1923年、不倫相手、畑野明子と共に軽井沢の別荘で首吊り自殺をし、1ヶ月後、フランス隊で発見されることとなった。代表作に、ある女、カインの末裔がある白樺派の作家は誰でしょう？正解は、有島武郎。問題。1980年、ニューヨークの自宅、ダコタハウスに帰宅するところを待ち伏せされ、マーク・チャップマンに射殺された元ビートルズのメンバーは誰でしょう？正解は、ジョン・レノン。問題。1993年、ジョニー・デップが経営するナイトクラブ、ザ・バイパールームにて、ヘロインとコカインの過剰摂取が原因で倒れ、心不全で死去した、ホアキン・フェニックスの兄としても知られる俳優は誰でしょう？正解は、リバー・フェニックス。問題。1948年、愛人の山崎富江と共に玉川上水で受水した、代表作に、斜陽、人間失格がある、青森出身の作家は誰でしょう？正解は、太宰治。問題。1972年、神奈川県逗子市のマンション、逗子マリーナの一室でガス自殺した、代表作に、雪国、伊豆の踊り子がある、ノーベル文学賞受賞作家は誰でしょう？正解は、川端康成。問題。1927年、精神科医でもあった作家、斎藤茂吉からもらっていた致死量の睡眠薬を飲んで服毒自殺した、代表作に、花、羅生門がある作家は誰でしょう？正解は、芥川龍之介。問題。1994年、シアトルの自宅でショットガンで頭を撃ち抜き死んでいるところを発見された、ロックバンド、ニルバーナーのボーカル兼ギタリストは誰でしょう？正解は、カート・コバーン。問題。2009年、ロサンゼルスの自宅にて、主治医による鎮痛剤、プロポフォールの過剰投与により心臓発作で急死した、キング・オブ・ポップとも呼ばれる世界的アーティストは誰でしょう？正解は、マイケル・ジャクソン。問題。1970年、自らが結成した民間防衛組織、盾の会のメンバーと立てこもり、市川駐屯地で割腹自殺した、代表作に、仮面の告白、使用際がある作家は誰でしょう？正解は、三島由紀夫。問題。治安維持法により逮捕され、釈放されるも、再逮捕直後、築地署で拷問により命を落とした、代表作、カニ光線で知られるプロレタリア文学作家は誰でしょう？正解は、小林多喜二。問題。1954年、インドシナ戦争の取材中、地雷を踏んで死亡した、代表作に、崩れ落ちる兵士などがある戦争写真家は誰でしょう？正解は、ロバート・キャパ。問題。1991年、雲仙岳での調査中に火砕流に巻き込まれて亡くなった、火山写真撮影のパイオニアとして知られるフランスの火山学者の夫妻は誰でしょう？正解は、クラフト夫妻。問題。二度の飛行機事故に遭い生還するも、その後猟銃自殺した、代表作に、老人と海、武器をさらばなどがある、ノーベル文学賞受賞作家は誰でしょう？正解は、アーネスト・ヘミングウェイ。問題。1945年、GHQ から永久戦犯として出頭を命じられるも、出頭期限日に自宅、敵外装の書斎で青酸カリを服毒し自殺した、日本の総理大臣経験者は誰でしょう？正解は、近衛文麿。問題。1591年、豊臣秀吉に切腹を命じられ自害した、侘び茶の大成者として知られる砂人は誰でしょう？正解は、千利休。問題。1988年、ヘロインのオーバードーズにより27歳で死去した、ニューヨーク市ブルックリン生まれのアメリカの画家は誰でしょう？正解は、ジャン・ミシェル・バスキア。問題。
デビュー半年後に自動車事故によって24歳の若さで死去した。代表作にエデンの東、理由なき犯行、ジャイアンツがあるアメリカの伝説的俳優は誰でしょう。正解はジェームズ・ディーン。問題。1867年、京都の醤油屋大宮にて坂本龍馬と共に暗殺された陸援隊隊長は誰でしょう。正解は中岡慎太郎。問題。1981年、取材旅行中にファーイースタン航空機墜落事故に巻き込まれ51歳で死去したアウン・アシュラの如くなどで知られる日本の作家は誰でしょう。正解は向田邦子。問題。1945年、イタリア北部の集落ジュリーノ・ディ・メッツェグラにて第二次世界大戦の最中、愛人のクララ・ピタッチと共に射殺されたイタリアの独裁者は誰でしょう。正解はベニート・ムッソリーニ。問題。1989年、逃亡先のトゥルゴビシテで妻のエレナと共に公開銃殺刑に処されたルーマニア社会主義共和国の元大統領は誰でしょう。正解はニコライ・チャウシェスク。問題。1962年、ロサンゼルスの自宅で睡眠薬バルビタールの過剰投与により36歳で死亡したナイアガラ、7年目の浮気などの主演作で知られるアメリカの女優は誰でしょう。正解はマリリン・モンロー。問題。1963年、テキサス州ダラス市内でパレード中にリー・ハーベイ・オズワルドによって銃撃され死亡したアメリカ合衆国第35代大統領は誰でしょう。正解はジョン・ F ・ケネディ。問題。1865年、ワシントン DC のフォード劇場にて演劇我らのアメリカのいとこを鑑賞中、俳優のジョン・ウィルクス・ブースに銃弾を浴び死亡したアメリカ合衆国第16代大統領は誰でしょう。正解はエイブラハム・リンカーン。問題。1947年、ニューデリーにあるインド人実業家 G.D. ビルラの邸宅の中庭にてヒンドゥー原理主義者ナートゥーラーム・ゴードセイに射殺されたインドの政治指導者は誰でしょう。正解はマハトマ・ガンジー。問題。1968年、テネシー州メンフィス、ロレインモーテルのバルコニーで、ジェームズ・アール・レイにより射殺された、アフリカ系アメリカ人公民権運動指導者は誰でしょう。正解は、キング牧師。問題。1916年、サンクトペテルブルクのユスポフ宮殿にて、毒入りケーキを食べさせられたものの死ななかったため、銃撃を受け、殴る蹴るの暴行を受けた後、凍りついた顔の中に投げ込まれるという最後を迎えた帝政ロシア末期の祈祷僧は誰でしょう。正解はラスプーチン。問題。1965年ニューヨークオーディボン舞踏場での会合中にかつて自身も所属していたイスラム運動組織ネーション・オブ・イスラムのメンバーによって射殺されたアメリカの黒人解放運動活動家は誰でしょう。正解はマルコム・ X。 問題。1779年、酒に酔い大工の棟梁2人を殺傷した罪で投獄され、その後破傷風により獄中死した江戸時代の発明家は誰でしょう。正解は平賀源内。問題。1943年、アルバムパールの制作期間中にヘロインのオーバードーズにより27歳の若さで命を落としたアメリカの女性ロックシンガーは誰でしょう。正解はジャニス・ジョプリン。